藤原義恵12月5日から1976年3月22日は日本の男性オペラ歌手、声楽家。愛称は我らのテナー。戦前から戦後にかけて活躍した世界的オペラ歌手であり、藤原歌劇団の創設者。父親がスコットランド人で母親が日本人のハーフ、大阪風ま八1898年。 山口県下関市で貿易省を営んでいた28歳のスコットランド人、ネール、ブロディリードと同地で活動していた23歳の美ワ芸者、坂田菊との間に大阪で生まれた。出生地、大阪は母菊の実家であったが、リードから手切れ金あるいは認知料の類を受け取ることもなかった。菊は、その後、九州各地を転々とする。 よしえが7歳ほどの時、現在の大分県きつ市の芸者沖や、朝広の藤原徳三郎に認知してもらうことで、藤原という姓を得、また初めて日本国籍を得ることとなった。鉄工所を経営し、大分県でもいち早く自転車を販売し、混交教の熱心な信者だった、水野松次郎が座敷の余興で歌わされているよしえを見かねて、養子とし、 地元の小学校に通わせるなど世話をしたが、養母と折り合い悪くなり、小学校4年時に縁組解消。その後、大阪市北新地へ移った母に付き従い、学校にも通わず給仕や住み込みのデッチなどの発給仕事に明け暮れる。11歳の時、父リードと初めて対面、一旦は返されるものの、同省会日本人支配人の有山とラツチの、 鳥無しで囲碁養育費を受けることとなる。吉江は有山に引き取られ、東京の元宇流紹介社員、宇流虎の世話で、行政小学校、明治学院中等部、早稲田実業学校、京北中学など私立学校を転々とするが、この年まで未就学だったことと、両親の愛情が欠落していたことがわざわいしてか、どこでも不良生徒と見なされ長続きしなかった。18歳の時に見た、 松井須馬子、沢田章二郎ら芸術座の演劇に憧れる。折から新国劇を創始した沢田に入団を認められ、沢田に与えられた、富山栄二郎なる芸名で早くを務める。聖の富山は、当時住んでいた富山が原から、名の、栄は、イギリス人を父に持つその要望から取られた。しかし新国劇の演目はいわゆるチャンバラものであり、明らかに、 日英根結の要望の富山栄二郎に活躍の場はなかった。最初の妻の安藤文子ローシー歌劇団のオペラ公演に惹かれた藤原は、新国劇を抜け浅草の弱小オペラ一座、朝日歌劇団に入団。1918年には根岸歌劇団の一員にも潜り込むことに成功、浅草オペラ黄金期の頂点にあった金流館の舞台に立つ。藤原は、 音楽教育を受けておらず、独譜もままならなかったが、日本人離れした舞台映えする体育もあり、また一座のプリマドンナ敵、存在、六歳年上の安藤文子の出来合いも得て、常に引き立てられていた。数々の舞台を経て、また安藤の熱心な指導もあり、藤原の歌唱力は急速に向上する。なお安藤は、藤原の最初の戸籍上の妻ともなる。 吉江は1920年3月、マルセイユ経由でイタリア・ミラノへ、声楽研鑽に旅立つ。学資金はちょうどこの頃ろもじで没した父リードの巨額の遺産であり、妊娠した妻、フミコを残しての出発であった。ミラノで初めて本場のオペラ公演を聞き、浅草オペラとの見学を実感し、また三浦玉樹の紹介で、声楽教師に就くこともあったが、 生来の浪費癖は収まらず資金は枯渇する。1921年頃には、ロンドンに渡り、当地で知り合った吉田茂の引き立てもあり、日本歌唱のリサイタルを開くなどした。ロンドンでは同じく滞在していた、作家、島田誠二郎と悪友だったという。藤原が日英根結であるということから、両国神前の象徴的存在に仕立てるのが、 吉田の狙いだったとの説もある。しかし異性関係のスキャンダルは絶えず、日本人会から追放される形でニューヨークへ流れる。1930年代、30代の頃の藤原、吉江吉江は1923年に帰国。同年3月にシアトルを出港した乗船の加賀丸が洋上にある間、朝日新聞は我らのテナー、藤原吉江なる。 全9回もの虚実を織り交ぜた記事を連載する。4月10日に帰国した藤原は5月6日、神田は MCA で東京朝日新聞社主催による貴重第一回読書会を開催して、大成功、大マスコミの巧みな仕掛けにうまく乗った形になる。なお海外にあった3年のうちに生まれた、長男、藤原陽太郎は創生、妻、文子との関係は、うんさん無償していた。 我らのテナーは、各地でリサイタルを行い大成功を博すが、東京、京橋の開業医、宮下スケの妻、宮下秋とのスキャンダルが大事に発展、ほとぼりを覚ます目的で外遊。ハワイ、アメリカ西海岸など日系人の多い土地の、リサイタルで火星では、秋からの情熱的な手紙を受け帰国する、といった行動を二度も繰り返す。当時、正規の恋と歌われた。 1930年に結婚、藤原明との間に一子を設ける。この間1926年にはニューヨークでビクター社発の日本人赤番歌手として吹き込みを行っている。1930年にはベルディ、椿姫のアルフレードを役で初めて本格的なオペラ出演を果たす。そしてその直後、藤原は初めて真剣な音楽研鑽のために、 再渡航する。今回は新妻、秋元も伴っての留学であり、1931年からはイタリアの地方消化劇場を転々とし、着実にレパートリー拡大を行った。また妻、秋もこうした地方公演について回り、化粧、衣装、道具など様々な舞台裏の約束時を身につける。これが後の歌劇団結成時に役立ったという。 1931年には、パリのオペライコールコミック座のオーディションにも合格、プッチーニ、ラ・ボエームのロドルフォ役で舞台にも立っている。1932年に帰国。この頃、ヨシエは、帝国陸軍の関東軍の依頼により、軍歌、逃飛行の作曲及び歌唱を行っている。なお、作詞は、満州で戦部官の統率を務めていた、ヤギ沼武タ 前線兵士のヤン公演のために満州へ渡った際、ヤギ沼から歌詞を書いた紙を受け取っている。1934年6月、吉江は日比谷公会堂にて、プッチーニ・ラ・ボエームの公演を行う。東京オペラカムパニー公演と名打ってのものだが、これが藤原歌劇団の出発点となる。大倉騎士郎などパトロンの援助も虚しく、工業的には、 ミーリはなかった模様だが、音楽的には評論家から三次一式が提された。その後同カムパニー名義で、ビゼー、カルメン、ベルリ、リゴレット、プッチーニ、トスカなどで着実に舞台を重ねる。藤原は主役を務めるばかりでなく、演出や装置、衣装まで手がけたし、役師上演の際には妻、秋がしばしば三角している。 藤原歌劇団と銘打っての旗揚げ公演は1939年3月26日から歌舞伎座で行われたカルメンであり大成功を博した。その後、同年11月には椿姫とリゴレットの交代上演を成功させ、指揮者としてはマンフレート・グルリットを終え、太平洋戦争中の1942年11月にはバーグナー、ローエングリンでも 大名役を歌うなど、藤原歌劇団は日本で最も高品質のオペラを上演できるカンパニー、そして藤原義恵はその一枚看板としての地位を固めていった。しかしこれら公演も工業的には必ずしも満足できるものではなく、藤原は自宅のピアノを売却するなどの苦労もあった。1948年日本放送協会第一回放送芸能祭における 藤原義恵、ベートーベン、フィデリオ大二幕、フロレスタン役義恵と藤原歌劇団は敗戦後半年も経ない1946年1月には帝国劇場で椿姫舞台公演を再開する。同年秋には GHQ による公職追放によって東京音楽学校主任教授の座を失った木下多が歌劇団に参加し、 ここまで十年長にわたりすべての演目の主役テノールを藤原義恵が務めるという状態からはようやく解放され主役は2枚看板となったが藤原が出演しないと途端にチケット売れ行きが落ちるという人気から義恵の会演状態は継続していた声量、性質の衰えからもその公演かたぶりは明らかだったという1948年4月 タンホイザー他所書歌劇の上演により、日本芸術印象を受賞。1950年には、東京、赤坂にオーケストラ付けの立稽古も可能な、歌劇研究所を建設。やがて、藤原自身も同所に居住することになる。研究所には一時、この絵秀丸の ABC 公共楽団も練習場を置いていた。1952年に NHK の依頼を受け、 外国音楽歌唱兵のため渡米した藤原はニューヨークシティオペラに長らく日本で活動していた旧知のジョゼフ・ローゼンストックを訪ねる。藤原は同歌劇場での蝶々夫人の上演レベルのあまりの低さに立腹、日本人役をすべて日本人歌手が歌う公演をしてはどうかと提案する。歌劇団の20名が参加したこの公演は 三宅春江の町長さんをはじめとする歌唱人は一定の評価を得たが、藤原の交渉能力の低さから歌劇団には莫大な資金負担となってしまったを融通してもらい、後には棒引きしてもらったという。1957年には収まることのない女性変歴に愛想をつかした妻、秋取り婚。藤原義江の最後の舞台は1964年の 東方ミュージカル、ノーストリングスであった。その後は、脳血栓症、さらには、パーキンソン病を患い、犬丸鉄造の行為で、帝国ホテル内の専用室に居住し、ホテル内のレストランで食事をとる日々を過ごしたという、1976年3月22日77歳にて、没した。奉仕な人生を歩んだように見える藤原であったが、その自伝などからは、 実力もないまま、我らのテナーとして祭り上げられてしまうことへの警戒心、本場のオペラを聞き知ってしまったものとして、それを日本に定着させたいとする強い願望が読み取れる。日本のオペラの発展に欠かすことのできない一人であった。なお、藤原歌劇団は1981年、日本オペラ協会と合併統合して、財団法人日本オペラ振興会となり、 藤原歌劇団の名称西洋オペラの公演辞教名として残している。ありがとうございます。